こんばんは、中野とピラリー一番のトーンチャンネルです。こんばんは。いやー、今日ちょっと配信、ね、あの、昨日に続きやってたんですけど、なんか、すっごい人が来て、ね、嬉しいやら、なんやらで大変です。ちょっとなかなか、の、長い試合ですし、ハードな試合でしたね。ロッテさん。えー、というわけで、9月13日水曜日、ロッテ対楽天。3対5で、ロッテの、 敗戦いやーロッテ11安打してるんですよ、楽点7安打。あとフォアボールもね、ロッテは結構取ってたんですよ。これはねー、まあ、しょうがないですけどね、ま種井投手は7回3安打2失点、素晴らしいピッチングでしたけどね、そうナイスピードでしたー、あとはオカピのパルプンってすごかったな、ね、オカピ選手すごかったです。ね まあ、ただちょっと残留祭りすぎましたね。どんだけチャンスがあったんだっていう。ねえ、まあ、こればっかりはしょうがないですけど、ずっと、ここ、僕がロッドを20、ね20何年間応援してきて結構な期間がこういう感じですからね。こればっかりはしょうがないですけどね。まあ、ねこれヘラヘラしてたらいけなくて。 <laughs> なんか配信やってたらめっちゃやっぱギョって厳しい人たち来ててちょっとねちゃんとちゃんとやんなきゃいけないのかと思っちゃったんですけどまあ僕はこんな感じでやってきますわさあ初回ねあのいけない小深田選手フォアボール種石選手与えるんですけどね全然なんか思ったとこ行ってなくて大丈夫かなと思って村上選手の時にねあのこれキャッチャーフライになったらでかかったっすねあの今度小深田選手走ってたんですけど島内選手にも 追い込むまで逆球だったんですけど、最後はインコース、ストレートがめちゃくちゃいいコース行って、その後浅村選手もライトフライということで、ね素晴らし、なんか最初大丈夫かなと思ってね、逆に、もっても1回ね、藤岡選手がワン中とか2塁打、そして中村選手がサード強襲のヒットで、1、2塁なんですけどね、ポランコ選手ファウルフライ、山口選手サードゴロとか、ちょっとねー、先生楽しかったっすね。ただ2回、 タネシさん、三者凡退。そし二回裏、えー、先頭石川選手はインコースの球をね、うまくライトを持っていって、えー、ライトマヒット。ブロッソー選手、今日、あの二軍からかって、スタメンで、ライトにヒット。そして、オカピーがフォアボールで満塁で。柿沼選手はね、二球目いい当たりしるんですけど、これファウルになって、結構センターフライ。ただ、オギちゃんが、えー、犠牲フライを打って1点取りました。 このあと藤岡選手、三振ということでね、まあ、ノーアウトだったんでね、まあ、点数は欲しかったんですけど、まあ、最低限。ね、とに3回も、田選手、フォアボール、フォアボールじゃない、三者凡退、抑えます。そして4回も三者ボータ退、抑えます。ね、素晴らしいです。逆に4回あれはね、ワンダとかまたブロッソー選手、ヒット打って、ツアーとか柿沼選手、フォアボールで1、2塁なんですけど、小木ちゃんがレフトフライということで、チャンスは作ってるんですよね。 中で点倒のないな中5回に先頭の辰巳選手が初球レフトへのホームランて。<laughs> まあ、見てない、配信やってたんですけど、あんま見てない時き、いけいホームーえただ、この後ね、岡島選手、阿部選手、大郷選手を3人で打ち取ったっていうのは、ネ内さんすごかったな。で5回裏もね、えー、ワンナとか中村選手、フェンス直球を2塁打。ポランコ選手、まあ、申告権遠、フォアボール。山口選手は、 さあところで、ツアーと一三で角中選手フォアボール満塁だったんですけどブロッサー選手レフトフライ <laughs> うん打てないね打てないよ6回6回表ね太田選手の初ね先頭太田選手の打球代打で出た角中選手がねこれはレフトフライっていうかファインプレーでしたね球際素晴らしかったです。 ロ,ロッテも6回3勝、ま、たそして7回ですよ、先頭、島内選手、ライト前ヒット、そして浅村選手の時に、えー、最初、セカンドゴロだったんですけど、島内選手走ってて、ランナー二塁、ワンアウト二塁で、辰巳選手は、えー、セカンドゴロで、そのあと三塁、でね、岡島選手、ツーストライクまで良かったんですけど、3球目ね。 多分インコース狙った球がシュート回転して甘く入りましてタイムリーヒット。これはちょっともってなかったっすね。追い込んでただけにね。そ,そして7回、えー、ピッチャーが鈴木宙選手で、藤岡選手はショート内野安打。これ村林選手、めちゃくちゃよく取りましたけどね。すごいダイビングキャッチ。中村翔吾選手のバントめちゃくちゃうまかったんですよ。 それでワンナウト二塁、ポランコ選手ショートフライそして山口選手は敬遠でランナー一、二塁で角中選手を粘って粘ってね最後フォアボールで満塁になったんですけどまたブロッソー選手三振その前2安打打ってるんですけどねチャンスでチャンスでねそただ8回表は高本投手ランナー1人出すもよく抑えましたねそしてまた8回えー、先頭オカピが これね、この回パルプンを発動するんですよ。あの、ライナー性のあたり、ファースト阿部選手が弾、弾いてね、ライトマンヒットという。そして、柿沼選手がバントめちゃくちゃ綺麗に決めます。ランナー2連。ーン。ちゃんフォアボール。で、藤岡選手は、セカンドゴールで、結が1、3塁になって、中村選手ね、ボテボテのピッチャーゴールだったんですよ。これがね、 また三塁ランナーオカピでパルプンテを発動させてまさか渡辺選手がファンブルーするというこれで同点になりましたただねこの後ねポランコ選手敬遠で山口選手だったんですが最後空振り三振というとね点この1点が遠いですね1点が遠いです本当にさあそして9回ね増田選手が出てきて先頭島内選手はヒット 浅村選手、フォアボール、僕は気になったのは、もうちょっとストレートを投げてほしかったなっていうのがね、昨日はね、結構ストレート中心で攻めてて、ね、あのー、抑えてたんですけど、今日はちょっとストレートあんま投げなかった中で打たれちゃって、結局、辰巳選手を打たれて、ノーアウト満塁から、岡島選手、タイムリーツーベース四4点入って、結く降板ということね。 まあ、岡島選手は完全に甘い球だったんですけどね、ちょっとそれまでがなんかもったいなかったなっていうのは、個人的に。ね、そして、横浜選手変わってね、阿部選手三振取って、田中和樹選手、年中から出て、ね、セカンドゴロ打ち取ってね、いい、よく取ったんですよ、ショートバウンド、中村選手が。ただ、これをキャプテンが悪送球してしまってね。 5対2。まあ、その後だ太田選手、抑えましたからね。よかったです。横浜選手、よかったですよ。素晴らしかったです。そして9回裏ね、ワンアかブロッソン選手今日3本目のヒット、2塁だ。ラン塁、そして岡ピがライトへの今度はパルプン、ノーパルプンデでツーベースで3対5。ね、友紀選手はね、悪くない当たりだ、悪くないというか、いい感じでね、当てたんですけど、サードゴロ。 田西選手がライト前ヒットでツアート1塁で田村選手、ね2-3までいったんですけどね最後空振り三振ということで力及ばずねいや、も,いいもったいない試合がねロッテは多いんですけどね今日ももったいなかったなでもいい試合、面白い。 野球としてては面白かっったなって <laughs>、ね、難しいですけどね、こればっかりは。まあでも、昨日勝ったのがね、まあ、やっぱちょっと良かった、き、まあ、昨日負けてて、今日これだったらもう絶望でしたけど、まあまだ2位なんでね、まあ、ちょっと明日明後日試合ないんですけど、あの西武戦ね、なんとか最低でも勝ち越し、そうしてね、なんとかあの差を広げたいですね、ちょっとね、まだまだ分かんないですけど、まあ、上との差もありますし。 おなんとかね、あと今日たくさん配信来てくれてありがとうございました。<laughs> たくさん来てびっくりしちゃったな。ね、でもいつも来てくれる方も嬉しい。本当にいろんな方が来てくれてるの嬉しいんで、またちょっとこれからもこのチャンネル頑張っていくんでね。僕とあのもう一人ピロイさんという方がいるんで、ね、よろしくお願いします。みんな平和,に平和にやっていこうチャンネルなんでね。あのなるべく誹謗中傷とかしたくないんで、ね。だから僕もいいろろ いうことはありますけど、なるべくね、そう、楽しい、なんかあの、選手いじるときも楽しい感じでいじってったらいいかなって、ね、僕はつこうそういうのはっこむんで、さあ、というわけでね、うん、頑張っていね、まだ試合はあるんで、楽しんでいきましょうというわけで、中本ピロリチワートワンチャンネルん、ね、本当にありがとうございました、あの、配信見ていただいた方、これ見ていただいてからでも、ありがとうございました、ゆっくり休んでください、明日も、ね、仕事の方は大変ですけど、頑張っていきましょう、ありがとうございます。